皆様お疲れ様です。それではただいまより、令和6年8月の市長定例記者会見を行います。まず村山市長から挨拶、引き続き資料に従って説明をさせていただきます。その後質疑応答に行います。時間の方はおおむね1時間を予定しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは市長、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。令和6年8月の市長定例会見を始めさせていただきます。冒頭私からは4点ほど、ご報告を申し上げます。最初にパリオリンピックについてであります。7月26日に開幕したパリオリンピックは、今月の11日日本時間で12日に、閉会式が行われました。17日間にわたって広げられた熱戦が幕を、閉じたということになります。今大会で日本が獲得した、金メダル20個、メダル総数45個というのは、海外開催のオリンピックで過去最多ということで、日本人選手の活躍が大変目立った大会となりました。金沢市にゆかりのある6人の選手が出場いたしまして、アーティスティックスイミングの木島萌香選手が5位という成績、サッカー女子なでしこジャパンの北川ひかる選手も5位という成績でした。またトランポリン女子の森ひかる選手が6位と、3名の方が入賞されたということになります。心からお祝いを申し上げます。また選手並びに選手を支えられた関係者の皆様方、大変お疲れ様でした。選手の皆さんの活躍にたくさんの勇気と感動をいただきました。厚く御礼申し上げるとともに、今後ともの活躍を期待申し上げます。2点目であります。和食グランプリ2024についてです。今月6日に金沢未来の街創造館におきまして、5回目となる全日本高校生和食グランプリ2024の決勝大会が開催されました。昨年度に引き続き、出汁を使った和食をテーマに、全国から書類審査によって選考された6チーム12名の高校生が腕を振りました。決勝大会では料理の創造性および独自性、出汁のクオリティ、五感の満足度など9項目について評価をし、調理とともにプレゼンテーションの審査の結果、グランプリには高い調理技術力や調理手順等の工夫、プレゼンテーションでの受け答えが評価された広島県立総合技術高等学校のチームダブルミミが輝きました。グランプリチームにはニューヨーク研修と市内料亭での調理技術指導と食事体験が贈られます。なお石川県の高校で七尾の大鳥学園高校のチーム幸あられが決勝大会に進出し、能登半島地震の被災地復興への思いを込めて、タイのカラムシをアレンジしたイカのカラムシなどからなるお膳を披露し、審査員特別賞を受賞しました。審査員特別賞を受賞したチームも、市内料亭での調理技術指導と食事体験が贈られております。また大会にはボランティアスタッフとして金沢市立工業高校、そして七尾の大鳥学園高等学校、生徒と先生にご参加いただくとともに、多くの企業の協賛をいただくなど、関係各位には多大なるご協力をいただきました。改めて感謝を申し上げます。このグランプリの開催を通じまして、引き続き次世代を担う和食の料理人の発掘育成に取り組みまして、金沢が和食の聖地と言われるように、食文化の継承と振興に努めてまいりたいと存じます。3点目ですが、まちづくりミーティングの開催についてです。各地区の課題につきまして、市との共同により取り組み解決を図ることを目的としたまちづくりミーティングについて、今年度も開催をいたします。今週末24日土曜日の14時から金沢未来の街創造館におきまして、野町、弥生、中村町、新立町、菊川地区、
を皮切りに、5カ所で実施いたします。昨年より、3年間で、市内を、一巡するとしておりまして、今年は2年目となります。皆様との意見交換を通じて、各地区の、課題の共有や解決に、向けて取り組んでまいりたいと存じます。冒頭最後4点目の、文化イベントの、開催についてご報告を申し上げます。今月末から、来月にかけまして市内各地で文化イベントが開催されます。まず、今週末の24日25日にかけて行われるアカペラ、金沢アカペラタウン2024でございます。全国から集まる120組が金沢の街中で熱いパフォーマンスを繰り広げます。今年は15周年を記念し、魅惑の生声ストリートなどの特別企画も開催されます。翌週の31日、翌月1日の2日間では、全国から大学茶道部の学生を招聘し、全国学生大茶会2024を開催します。2019年の初開催以来、途中2年は、コロナ禍で中止しましたが、昨年から再開し4回目の開催となります。今年度は26大学が参加を予定しており、市内の茶室等10会場で行います。大学茶道部によるお茶会であります。茶券の購入が必要ですが、どなたでもお気軽に参加できます。特に学生がお茶を立ててくれるということで、参加者からは緊張せずにお茶を飲むことができたという好評な声もいただいております。ぜひ参加いただければと思います。また9月の14日から16日の3日間、3連休でありますが、金沢ジャズストリート2024が開催されます。こちらも2009年にスタートした金沢ジャズストリートですが、今回で15回目を迎えます。ジャズファンの裾野を拡大するとともに、金沢らしさ、人材育成、国際交流、この3つを柱として新たな価値を創造してまいります。イベントの開催を通じまして、街のにぎわいと活力を創出してまいりたいと思います。では、続きまして配布いたしました資料に基づいて、説明をさせていただきます。はじめに資料番号1、大野地区および森本地区における地域おこし協力隊、地域おこし協力隊の導入についてをご覧ください。大野地区と森本地区におきまして、地域おこし協力隊が新たに着任することとなりまして、主食場の交付式を9月2日月曜日に行います。大野地区の隊員のお名前は、小泉のりたかさんで、札幌市から移住される方です。活動の内容としては、地域資源を生かしたアートによるまちづくりや情報発信など大野地区の魅力の向上と活性化に向けた活動をしていただきます。森本地区の隊員の方お名前は石関美宇さんでして、埼玉の上尾市から移住される方です。活動内容としてはイベントの開催によるにぎわい創出や地域と連携した特産品の開発など森本地区の魅力の向上と活性化に向けた活動をしていただきます。任期は来る9月1日から来年3月末までとなっておりますが、最長3年間活動していただく予定です。いずれも20代の方々でありまして、移住者による外部の視点と若い世代の行動力を生かして地域の活性化に取り組んでいただきたいと思います。続いて資料番号2、金沢未来の町創造館お祭りイベント金沢の町フェスタ、失礼しました、金沢未来の町創造館お祭りイベント交流の町フェスタの町ジャムの開催についてご覧ください。スタートアップ新ビジネスの創出、また、子どもの独創力育成、
そして食の価値創造、この3つを柱に事業活動を展開している金沢未来の街創造館におきまして、お祭りイベントの街ジャムを開催します。テーマは共に奏で、共に灯し、共に作る祭りであります。この金沢未来の街創造館では、起業家や好奇心あふれる子どもたち、情熱あふれる料理人等、さまざまな夢や価値観を持った人たちが活動しておりまして、屋台やイベントステージを通じまして、市民の皆さんと世代を超えて交流を深める、またとないお祭りとなります。開催は9月23日月曜日の11時から18時、金沢未来の街創造館のグラウンドで行います。なお、好天の場合は、悪天の場合は、中止といたします。創造館で活動する、子どもたちや料理人のほか、野町公民館をはじめとした地域の方々が運営する屋台が数多く出店し、屋台を通じて市民の皆さんと交流を深めます。また、フードトラックも出店し、食でイベントを活気づけます。今年は特に音楽に力を注いでおり、メインステージではダンスやバンド演奏、DJ といった多彩なライブパフォーマンスが披露され、会場を大いに盛り上げてくれます。また、祭りで生じるゴミを極力減らし、楽しく分別できるエコステーションを設置するほか、フードトラックや飲食を提供する屋台では、リユースできるカップを使い、エコフレンドリーな夏祭りを目指します。ぜひご家族連れで、野町ジャム3連休の最終日であります、楽しんでいただきたいと思います。続いて資料番号3、関係機関との連携による野菜摂取促進に向けた普及啓発についてご覧ください。本市市民の野菜摂取量が減少しているということから、金沢美術工芸大学と連携して作成した野菜摂取を呼びかけるオリジナルロゴポップを、市内のセブンイレブンをはじめ、市内の野菜販売店等に設置し、野菜摂取促進に向けた普及啓発を行ってまいります。本市とセブンイレブンジャパンとは、今年3月に包括連携協定を締結しております。今回はその協定事項に掲げる健康増進と食育に関すること、野菜摂取促進事業への協力という項目の取り組みの一つであります。野菜の日である野菜ですね、8月31日に合わせて、その前日8月30日から約2ヶ月間、市内のセブンイレブン各店舗内のカット野菜売り場などに野菜摂取を促すポップを設置いたします。これ切れる形になっているんですけど、このオリジナルロゴを活用したポップ、各店舗の状況に応じて設置いただけるように、3種類の大きさのもの、このビニール素材の A3 シートに配置して、取り外しやすい型抜きの加工を施しておりまして、今後、近江町市場の各青果店であるとか、あるいは市内の野菜販売店にも順次、設置をしていく予定であります。なお8月30日金曜日の11時からセブンイレブン金沢石川県庁前店でポップ設置のお披露目式を開催いたします。当日は金沢美術工芸大学の学生にデザインに込めた思い、コンセプトを説明していただく予定としております。続いて資料番号4、木の場能登応援デーの実施についてをご覧ください。木の文化都市金沢の実現に向けた情報発信の一環として、今週末から金沢駅東広場に憩いの空間木の場を設置することに合わせまして、設置期間のうち5日間については、
木の場能登応援デーと銘打って、能登半島地震からの復旧復興に向けた支援の輪を広げるためのイベントを実施するものです。日程は8月の24日、9月は21日、10月の12日、11月は2日間で、2日と9日、各土曜日で合計5日間、午前10時から12時の間に、今回設置する木の場の周辺で、能登応援デーを実施いたします。能登半島地震の被害の大きい地域に対しましては長期的かつ継続的な支援が必要不可欠であります。また私たち一人一人が能登のためにできることから応援するという機運を高めていくということが大切でありますし、能登のものを購入する、あるいは能登に行って消費する、能登のために募金をするなど、いろいろな形での支援があると思います。今回のイベントの内容といたしましては、木の場で休憩される方々に対して、これは昨年度も実施した金沢もてなし隊による加賀紅茶の振る舞いに加えまして、奥能登地サイダーの塩サイダー飴や、頑張ろう能登半島のステッカーを配布いたしますほか、今行くことができる能登の施設を紹介するサイトや、金沢にいながら能登を支援できる体験プランの紹介サイトのほか、能登へのアクセス道路の状況などを掲載したチラシを配布いたします。また、会場には募金箱を設置し、お寄せいただいた義援金を被災された方々にお届けする予定としております。今後もさまざまな機会を通して能登の復興を支援する機運の醸成を図っていきたいと考えております。続いて資料番号5のホスピタリティアートプロジェクトおよび街中サロンの開催についてをご覧ください。金沢市立病院では医療現場にアートを生かし病院を安らぎの空間にするホスピタリティアートプロジェクトや地域の方々を対象とした健康講座である街中サロンを開催し、地域住民や患者さんとの交流を図っております。はじめに、光の回廊おいしいのとについてご紹介します。こちらは、金沢美術工業大学の学生がデザインした風景を、病院の待合ホールに面した、大ガラスに、ステンドガラス風に装飾をするものです。で、今年のテーマは能登半島地震により大きな被害を受けた能登を応援するという意味で、おいしい能登としており、能登地方の豊かな食の恵みを集合させた図案となると聞いております。今週末から制作にかかり、来週28日水曜日から来月9月18日水曜日までの3週間にわたり展示されます。次にホスピタルギャラリーです。病院の待合ホールを美術館とするもので、患者さんをはじめ市民の皆様からを募集した作品を展示し、病院内に安らぎの空間と交流の場を創出するものです。展示期間は来月9月21日土曜日、22日日曜日、23日月曜祝日、この3連休の3日間を予定しております。市民から寄せられる作品は毎年150点を超えており、いずれも力作であります。毎年拝見しておるんですけれども、非常に熱のこもった作品が出品されています。絵画、工芸、写真など幅広い分野の出品であります。こちらもぜひ足を運んでいただけたらと思います。3点目は地域の高齢者等を対象とした健康講座であります街中サロンについてであります。金沢美術工芸大学や金沢学院大学とも連携し、医療、運動、栄養、創作に関する講座を、6月から数えて6回開催してまいりました。9月も、認知症や運動、食事、聞こえをテーマとして3回実施予定としております。市立病院では
こうした地域住民との交流活動に力を入れておりまして、引き続き地域に愛される教員を目指してまいります。最後に資料番号6のジャッキーと学ぼう児童館フェスティバルについてをご覧ください。今年も児童館活動を周知するための41回目となる児童館フェスティバルを開催いたします。能登半島地震により本市にも多くの子育て世帯が避難しています。フェスティバルを通じて子どもたちに元気を届けたいと思います。加えて今回は特別に熊野学校サステナビリティイベントを同会場で開催をいたします。これは企業協賛によるもので、本シリーズ熊野学校の主人公であるジャッキーが登場するショーやスタンプラリーワークショップを実施するものであります。株式会社バンダイの創始者が山科直春氏であります。この方が金沢市のご出身ということであります。そういったご縁からバンダイナムコグループを中心に支援の輪が広がりまして、キャラケンさんが担当していらっしゃいますけど、このグループ企業のキャラケンが展開する熊野学校の本キャラクターを使用した今回の企画の実現につながったものであります。各社とも能登分校に思いを寄せて、そして被災した子どもたちを元気づけたいという今回のフェスティバルの趣旨に共感をいただきました。未来を担う子どもたちにサステナブルな暮らしや SDGs について楽しみながら学んでほしいという思いの詰まった特別な企画となっております。このほか金沢美術工芸大学の学生による体験型のワークショップや子どもたちによるステージ発表も行います。市としてはこれを機に多くの方に児童館活動に興味を持って知っていただきまして、さらなる利用につながればと思っています。一方で会場の駐車場の台数限られております。当日は混雑も予想されますので、乗り合わせや公共交通機関の利用をしてお越しいただければと思います。説明は私からは以上であります。すみません。それでは質疑応答に入る前に一言すみませんお詫びさせていただきます。ちょっと通信機材のトラブルで冒頭8分ほどになりますけれども、ライブ配信の方がすみませんちょっと中止しておりました。申し訳ございません。今は再開しております。どうも申し訳ございません。それでは質疑応答に入らせていただきます。質問がある方は挙手の上、社名それからお名前をおっしゃっていただいてから質問をお願いいたします。質問のある方いらっしゃいますでしょうか。キノバ無党応援デーのことなんですけれども、キノバを活用したイベントっていうのはこれまでに実施されたことってありますでしょうか。はい、ございます。ちょっと待ってください。キノバについては、作成されてからどのくらい経ったんですか。昨年も使ってましたけど、令和4年ですね。して5年から使っています。5年から使っています。令和4最初に使っていた時は尾張町の、お菓子屋さんの前で展示をさせていただいた、金沢工業大学さんの作成したものになります。そして昨年のちょうど8月夏ぐらいはこの金沢市役所の第一本庁舎の前の、市庁舎前広場でも置かせていただいて、ちょうどアカペラタウンの開催時期もあって、アカペラタウンの練習に使ってた学生たちもいました。そういうことで、木の文化都市を PR するイベントのためにたびたび使わせていただいております。今回の能登応援デーと銘打って能登半島地震の復旧復興とつなげて開催しようと思った理由を改めてちょっとお聞きしたい、お聞かせください。はい、金沢市産の木材もたくさんありますけれども、
今県産材として流通しているもの、能登のものは非常に多くあります。そして、今回能登半島地震でも多くの、まあ、被害がありました。そういった中で、木の文化都市を進めていくという金沢にあって、この能登の木材も関連してですね、能登の木のことも関連して、何かイベントができないかという中で、木の場を使っての能登応援デー、ということの取り組みを今回まとめたことになります。昨年も金沢駅の東口広場でこちらで木の場が設置されていたと思うんですけれども、その時の利用状況とかっていうのはどれくらいでしたでしょうか。利用状況、駅で座る場所が比較的少ない、まあ、おてなしドームの1階のところに設置しましたね。はい、地上部です。地上部の方に設置しましたけど、座るところが意外にこう、まあ、その近くのベンチもありますけれども、その一体として使っていただいたというような、イメージです。で、具体的な利用状況は何かありますか。金沢もてなし隊というボランティア団体の方々に金ボチャの振る舞いというものをしていただいておりまして、合計1000人分のお茶を用意したものは完売といいますか、すべてはげたということですので、そのあとも1000人のご利用はあってはいけない。ごめんなさい、マイクが今つながってないけど、そのまま言います。金沢もてなし隊、加賀紅茶を、配って、いただいているんですけれども、そのもてなし隊が配った個数としては1000杯のお茶を配ったので1000人以上は使っているかなということでした。金沢ボランティア大学校の卒業生が、自主的にもてなし隊として金沢に来られる方に対して紅茶を、加賀紅茶に金箔を少し入れて、金粉を入れてお配りしているんですけれども、そのような取り組みで、この木の場を設置した時には木の場に、お配りしていただいたということになります。再び設置するにあたりまして、ここの場所に設置するにあたる課題といいますか、何かそれはどう捉えておりますか。金沢市内、特に駅というのは市外からも来られる、県外からも来られる玄関口であります。その方々にとっても、そうですし、金沢市民の方も、交通結節点として多く利用していただきます。改めて、木が金沢の文化、町並み形成に与えている重要性を理解していただくとともに、木が息づく町であるということを来街者の方々にも知っていただきたいという意味を込めて、この場所で設置させていただいております。ありがとうございます。その他質問ございますでしょうか。すみません、国支部の作品しております。今日は能登新宿の準備協議会がありまして、委員からは、文化とか防災といったところで、素案を作る際に、記述、記載の充実を求めるような声がありましたけれども、ここについて市としてどういうふうに臨みたいか、ご見解をお伺いします。はい、能登新宿の準備協議会の後の日程が詰まっていて、そこの場でのお答えができずに失礼いたしました。文化についてあるいは防災について、というところ非常に重要な視点だというふうに思いますし、防災については今年の地震があったことを踏まえてさらに危機感が、強まったということだと思います。森本富樫断層の、走る都心地区の、中での防災対策が急務だというふうに考えています。また、金沢に、市民の方々が普段から触れて豊かさを感じることができる、あるいは来街者の方も、その玄関口として、都心宿を歩かれたり、通られたりすることになりますので、文化についての魅力を PR するというのは非常に大事な、ところだと認識をしています。本日の、草案の中でも項目出しをさせていただきましたけれども、ここから、審議会の委員の方々の検討会の委員の方々のご意見も含めまして、内容を具体的に技術として盛り込んでいきたいと考えています。そ
それとあと、あの都ホテルを含むあの金沢駅周辺エリアですけれども、まあ、ここはその高さ制限に関して、まあ、あの今日出た資料では、あのそこの高さ制限に関するあの規定を、まあ、規定に関する文言がないという形で、まあ、高さ制限に関しては、まあ、その緩和の方向性を、まあ、見せているということだと思うんですけれども、まあ、ここに関してはあの、まあ、何人かから、まあ、もっと明確に、その高さ制限を緩和除外外すようなことを明確化せよしたらどうかという意見がありましたけど、これについてはいかがですか。あの本日の資料の中で具体的に申し上げますが、本日の草案の中で、金沢駅周辺地区と、その他の都心地区を分ける2つの、区域設定をいたしました。で、都心地区についてということで、金沢駅周辺以外の部分についての記述の中で、金沢都市計画行動地区の規定を遵守した都市開発事業を誘導すると、書かせていただいています。一方で、金沢駅周辺区域についてその記述を、設けなかったということで、行動地区の規定を遵守したということをあえて言わなかったということになります。このあたりの書き方の工夫はこれから、考えさせていただきますが、この中では、金沢駅広場と調和した建築物等の意匠や景観に配慮した都市開発事業を誘導すると書かせていただいています。もてなしドームを中心として新たな景観、そして金沢のシンボルとも言えるような景観になったと思います。そういったものが立った中で、景観というものがこれまで行動高さの制限を行って守ってきた景観について、その考え方を一部改めていく、あるいは景観についてどのようなものが、配慮したものかということを、考える時期に来ているのではないかということが、この駅周辺についての、記述に表れております。高度地区についての、規定は、高度についての高さについての記述はあえて、しませんでしたけれども、開発、する、民間事業者に対しては、景観に配慮した形の開発をしていただきたいというのがこの方針の趣旨になります。言い過ぎてないですね。大丈夫です。はい。ちょっと話変わってもう一点質問あるんですけど、昨日、これ教育委員会の話なんですけど、昨日あの学校給食費に関して、まあ、あの懇話会が、まあ、久々に設けられた値上げに関して議論を始めましたけれども、まあ、ポリシーとしては、値上げをせざるを得ないという思いをお持ちなのか、なんかそのあたりの認識っていかがなんでしょうか。はい。今回、検討会を行った趣旨としては、定例的に給食費の見直しをしてきております。それの給食費の見直しをここ数年来していなかったという中にあって、現在物価高騰に対しての、支援措置をして、物価高騰分について保護者に負担を求めない形で支援をしているというのが現状であります。そうした中で、通常であればどのくらいの給食費になるかということはやはり、検討しなければいけないであろうというふうに考えています。その、検討会の中の結論も、十分参考にした上で今後の給食費というのは、決定していくという段階になっていきます。現在でも、経済的に、困難な家庭に対しては給食費の免除をしておりますので、そういった上でこれからどういった価格設定が必要なのか、これは名目賃金が上がってきているということ、一方で実質賃金が上がらない経済状況も踏まえての検討になるかと思いますけれども、そのようなことを提言を受けた上で判断をしていきたいというように思います。まずは第三者機関として検討していただいておりますので、その推移を見守りたいというふうに考えています。一応ちょっと確認しますけど、今の段階で市でどういうこうという思いについては、これは、ないということなんですか。提言を踏まえての検討をしたいと思います。
テレビ金沢の山下と申します。先ほどの質問と関連してその都心地区の整備方針についての金沢駅周辺区域とその都心地区の区域をエリアに分けたということなんですけど、改めてその狙いを教えていただきたいです。はい、金沢駅周辺今回の資料でも、提示させていただきましたけれども、かなり金沢駅周辺の地価が高騰しているという状況、そして、駅周辺の利用の状況が変わってきたなという印象もあります。一方で、駅前の、都ホテル跡地についてもう5年以上も、ああいう状況になっているという、ことも考えた中で、駅周辺について改めて、考え直すべきであろうというように、判断をいたしました。実際に金沢駅周辺には、高いホテルも建っておりますので、そういったことの現状も含め、これからの景観についての在り方というのを再度、考え直すべき地区であろうというふうに判断して、2地区に分けさせていただいております。はい、その他質問ございますでしょうか。北陸中日新聞の新井と申します。ちょっと国政に関することをお伺いしたいんですけれども、先日岸田総理が自民党総裁選への不出馬を表明されましたけれども、それに対する受け止めや所感などありましたらお聞かせください。私一自治体の職員は市長で言うべきところか分かりませんが、特に申し上げるところとすれば、能登半島地震への対応についてまず、非常に速やかな対応をしていただいたことに、これは、県都としてあるいは石川県市長会長としてお礼を申し上げたいというように思います。また、子ども家庭庁の設置、そしてさまざまな経済対策も行っていただいたことに対して、その功績というのは後世になって評価されるべきものであろうというふうに考えております。今回で総裁を辞められるということでしたので、本当に感謝をしているということしか申し上げられません。分かりました、ありがとうございます。もう一点、新しい総裁に何か望むことなどありましたら教えてください。引き続きの能登半島地震への復旧復興への支援がまず第一になります。地震が発生してから半年も経って、その6ヶ月経ったという日などは報道されますけれども、どうしても石川県外の方々の意識が薄れてきているんじゃないかなというように思いますが、復興の道がまだまだ、長くかかるという中で、力強い支援をいただきたいというのが一つ目であります。そして、将来に向けての道筋をつける大事な時期であろうと考えています。特に人口減少問題について、今が、段階の世代の下の段階ジュニアのさらにジュニアになる世代が今、20代に差し掛かっているという中で、20代30代という中で今対策を打たないとさらに拍車がかかってくるという課題について、これは金沢市としても対応していきますけれども、国政レベルで捉えなければならない大きな課題であろうというふうに考えています。ここに向けての課題が子ども政策も含めた大きな対策、グランドデザインが必要になるんじゃないかというふうに思っています。ありがとうございます。その他質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして8月の定例記者会見の方を終了いたします。どうもお疲れ様でした。今気づいたらずっとさっきがいたわすみません、はい、和やかな会見になりました。ありがとうございました。